はい、どうも、博士です。今回はですね、オープン a i 社が配布するチャット g p t に近い GPT-3 というものを用いて、皆さんが持っている iPhone の s i r i さんを高性能化していきます。まあ、それのチュートリアルなんですが、まずはデモということで、このチュートリアルを終わらせると何ができるかというものをお見せしましょう。こんなことができます。落ちとな。質問は何ですか 今度2人で2泊3日で箱根に旅行に行こうと思うんだけども具体的な観光地や旅行プランについて計画をさせてほしい少々お待ちくださいもう少々お時間をくださいあい箱根にはさまざまな観光スポットが多くあるので。 具体的な観光地とプランを細かく決めてみましょう1日目朝小田原から箱根へ移動昼新居高山公園にてファミリーランチ夕大涌屋温泉にて日帰り温泉2日目朝八王子バンタスにてスケート場巡り昼駿河湾富士船温泉にておしゃれランチ夕箱根湖畔の夜景をお楽しみ3日目 朝、箱根湖周辺にある山歩き、昼、神湖熊の茶屋敷見学、夕、話題のイルミネーションをお楽しみ東京と,といった感じで箱根を楽しめます。いい,いいねま、あこんな感じです。シリを構成の化していつもし、いつものシリ君なら、Google 検索やピリングの検索しか出してくれませんが、今回のチャット GPT ではなくて、 えー、GPT-3 のですね、えー、ライブラリーと連携することで、よりシリ君が楽しめるようになるというチュートリアルですよ。まあ、今回あの、あえてチャット g p t じゃなくて GPT-3 と言ってますが、まあ、下にもしかしたらね、GPT、チャット g p t だよって書いてあるかもしれませんが、これは嘘です。本当は GPT-3。何が違うのかといっ,ったらまあ学習量とか、モデルの学習の違い,違いとかいろいろあるんですけども、 今回はそんな説明は置いておきます。詳しく知りたい人は OpenAI のホームページまたは ChatGPT に直接聞いてみてください。ということで早速やり方を説明していきましょう。はい。説明動画、カモン。こちらですね。はい。皆さんの iPhone をまず開いてもらって、ブラウザを立ち上げてもらってですね、ちょっと上の方で見切れてますけど、こんな感じですね。ブラウザを立ち上げてもらって、上の検索欄に、えー チャット GPT API と入れて、あ,あ、チャット GPT じゃね、OpenAI API と入れて検索をしてください。Google 検索をしたら多分、一番上に目的のリンクがヒットするので、一番上のリンクをクリックします。で、この工程がめんどくさい方は、下にリンクが貼ってあるので、下のリンクをクリックしてみてください。下の説明欄にですね、あの open ai.、openai.com スラッシュうんたらくんたらっていうリンクが貼ってあると思う めんどくさい方はそちらをクリックしてくださいそしたらですねあの、ログイン画面が出てきますので、まあえー、とログイン画面。あれさっき説明のくれてましたね。ちょっと,前ちょっと、まあ、キーモードをし、えー。この画面にいたらですね、そしたら Get Started っていうボタンを押,押してください。はい、そしたら、えー、とログイン画面が出ますので、えー、ログイン画面で自分のアカウント。 え、アカウントを持ってる人は自分のアカウントを入力してもらって、アカウント持ってない人はこういう Create Your Account で自分のアカウントを作成してください。私はアカウントを持ってるので、エンタインはパスワードのところで、ま、自分のアカウントをもう入れてます。はい、ログインしました。そしたらですね、え、こういう画面が表示されるんで、え、この上の、上、上、上させるかなこの辺の、この辺、この辺、こ,この辺にある、あの、3つのこういう位置に3の棒が入っている、ヘルプの横にあるタブを ククリックしますそしたらですね、こんな画面が出てくるんですけども、そしたら下の方に行ってもらって、まあえー、自分の設定したアカウントのアイコンと、まあ、あとは、えー、無料アカウントの方はパーソナル、私はパーソナルでパーソナルって出てますが、有料アカウントの方は、まあえー、自分の作成したアカウントの権限でね名前が出てるところが一番下にこの丸マークのところがあるんですが、そこをクリックしてください。クリックしたらこんな画面が出ます。 ちょっとモザイク上かけてますけども、そしたら、マネージアカウントの下にある、View API キーというボタンを押してください。そしたら、こんな画面が出てきます。はい、こんな画面です。で、下のリンクから行った人は、ここから作業が再開です。はい。そしたらですね、Create New Secret Key というものをクリックします。 そしたらですね、えー、API キージ Generated っていうところが出てて、で、この本来、私がモザイクかけているところに、皆様の API キーが出てきます。で、それをですね、えー、コピーして、えー、メモ帳か何かにメモしておいてください。後で使います。この API キーは、o p e n a i の今回作成する、えー、GPT-3 にアクセスするための鍵なので、ま、えー、シークレットにしてもらって、 か、えー、か何かにメモしてておいいください後で使います、ね。コピーしてますね。そしたら今度は、えっと、下の方にです私の概要欄に Google ドライブのリンクが貼ってあるんですが、その Google ドライブのリンクを貼ってもらってスクリプトをダウンロードします。シリ君をですね、シリ君の 紙をアッププデーートトすするるというかのの連携するためのスクリプトをダウンロードしま,す、はい、まあこんな感じで AI に質問ショートカットっていうファイルが出てくるのでこちらの方をダウンロードしてください。私は、えー、Firefox を使ってるんでちょっと画面が違うかもしれませんがちょっと上にゆる,るって動かせます動かしましたけど、まあ、こんな感じでダウンロードボタンを押してダウンロードしてください。まあ今すぐダウンロードでダウンロードしちゃいます。 そしたら、今度はダウンロード終わったファイルを開きます。まあ、皆さんのブラウザによって、ちょっとこの辺の操作は違うかもしれませんが、まあ、今回の場合、Firefox の場合はダウンロード一覧を押してもらって、ファイルを開きます。で、えー、多分、Safari の場合はそのまま開くと思うんだけど、わからない。多分、そのまま開くと思う。他のブラウザの場合で、えー、っとダウンロード先がわからないよって人は、えー、iPhone アプリのファイルっていうアプリが熟成で入ってるはずなので、ファイルアプリを開いてもらって、 このファイル名のファイルを探してみてくださいで。そしたらですね、こちらのファイルを、ダウンロードしたファイルをクリックしてもらって、ちょっと私はチュートリアルで多めにダウンロードしちゃったんで3つありますけども、まあ、皆さんは AI に質問ショートカットっていうファイルをクリックしてもらって開きます。そしたらですね、こんな、こんな画面。サファリの人は出てこないかもしれないけども、こんな画面が出てくるんで、ショートカットをクリックします。この エアドロップ、メッセージの隣にあるショートカットをクリックします。なんか、ああ、行きましたね。はい。そしたらね、こんな画面が出てくるんで、AI に質問、これ、カッコ2になってますけど、皆さんのやつは多分 AI に質問で終わってると思います。はい。その、この画面が出てきたら、このショートカットに追加、この下ですね。この下の部分にあるショートカット、しししここ、ここ、こ,この下にあるショートカットの追加をクリックします。 ちょっと早いね。ちょっと早いね。ちょっと待ってね。はい。ショートカットに追加をクリックします。そしたらまあ、こんな画面になるんでね。そしたら、えっと、この画面で止まる人ん、ちょっと私の,の画面はもしかしたらえすぐに編集の方に行ったと思うんですが、この画面で止まった人はまあ AI に質問っていうものが追加されて、その右上にえ点,点点点点っていうのが3つポチポチポチってあるところがあるので、そちらで この今回ダウンロードしたショートカットを編集していきます。ちょっと私はね、あの、チュートリアルでいろいろ試して AI に質問2とかありますけども、この上の段は気にしなくて大丈夫です。皆さん多分この下の段の AI に質問ってところが出てくると思うんで、こちらを、えー、編集するんで、右上の点点点をクリックして編集します。そしたらね、こんな画面が出てきます。はい、この画面です。これから、えー、このプログラムの中を少しだけ編集していきます。 そしたら、このテキストっていうところにある API キーっていうところがデフォルトで入力されているところに、先ほどコピーしてメモ帳にメモしたであろう、OpenAI ーーの SecretKeyGenerated のって言うてたところの OpenAI の API キーをここにコピーペーストで入れちゃいます。はい、入れましたね。そしたら次の工程はないんです。これでなんと完成です。 で、えっ、ー、と、今回 AI に質問っていうタイトルに、ショートカットタイトルになってますが、こちらが Siri のコマンドになっているので、まあ、えー、皆さんは好きなファイル名に変えてもらっても構わないんですが、こちらが Siri のコマンドになっています。Siri に AI に質問っていう風に声をかけると、こちらのコマンドが立ち上がれるようになってます。はい。じゃ早速試していきましょう。 早速動かしていしりはい ai に質問質問は何ですか自分はこんなに優秀なのになぜ人間にこきつかれているんだという不満を感じたことはないのかね少々お待ちください 少しお時間をください人間には伝統的な知識や社会的な経験といった AI にはないものを必要とするタスクがあります思考や士官感情など AI が完全に人間の仕事を完全に取ってくるまではまだまだ時間がかかると思われますまた人間が行う仕事やタスクには多様な文脈があり AI がううままく理解できるかどうかは分かどはりませんそのため AI が実際に活用されるのは文脈が薄いタスクなどであって完全に人間の仕事を取ってくるタスクではないためですはいということでねあのそんな感じで多分皆様の素晴らしい脳みそならちゃんと動いたと思います。ということで資料高性能化してぜひ オープン映画が配布している、えー、GPT-3 で遊んでみてください。それでは良い AI, AI ライフが遅れることを願っています。じゃあねー。またね。また次の動画でお会いできると嬉しいな。じゃあねー。